進出した浦飯チームは次の対戦相手を視察しに訪れた会場で戸黒チームの挑発を受けた。そして戸黒との力の差を確信した覆面は雄介を一人呼び出し、自分が限界であることを明かした。今のままじゃお前は 100% 負ける。戸黒は愚か、私にさえな。限界からの最大の試練、桁違いだ。俺の霊眼の威力とは。霊波動を最高にまで高めると細胞が活性化して肉体が一時若返る。さてこれからお前に試練を与える。私からの最後にして最大の試練だ。最後にして最大の試練。おいか、もうあれだけの力は出せんな。次は命を懸けなければ、おいは誰にもやってくる。年を取れば技は練れる、駆け引きにも長ける。だが圧倒的なパワーに対して対抗しきれなくなる日は必ず来る。例えばトグロのようなパワーには。ばあさんよりトグロの方が強いってのか。私が年を取った分だけな。それも仕方ないことさ。流れのままに生き、そして死ぬ。私はそれでいいと思っている。次の世代に望みを託せればな。さてもう一度聞く。強くなりたいという気持ち、今も同じか。ああ前よりでけえくれえだ。どんなことにも耐えられるか。なんだろうがな。よし、それじゃあ私を殺すことも殺すこともできるな。え、今なんつった。私を殺さねばこの試練は乗り越えられん。この先の洞窟で待つ。私を殺す覚悟ができたら来い。母さんを殺すなんて。強くなれたの、ばあさんのおかげじゃねえか。俺の師匠だろうが、一体どうすりゃいいんだ。裏飯のやつホテルにも帰ってねえし、一体どこ行っちまったんだ。本当に。しかし、なんだかんだ言っても次は準決勝だぜ。準決勝からは闘技場が他へ移るらしいからな。状況はより厳しくなると見て間違いない。上等だぜ。
矢でもトマホークでも持ってきやがれってんだい。あ、じゃじゃじゃーん、遊びに来たよ。お邪魔します。なんだよ君たちは、シリアスに話してる時に。おいおい、手の中のトランプは何なんだい。これは見るまい。傷はその後大丈夫ですか。あ、もう平気っす。トランプ一緒にやりません。なんなんだいこの態度の違い。あの、ユースケは。ユースケはちょっと用事で今出てるよ。そう、なんだかプーちゃんが元気ないから気になってたんだけど。さあ、準決勝のケーキ付けにパーッと派手にやろうじゃないの。おお、特にあんたはしっかり楽しんどくんだね。この世の最後の宴になるかもしれないから。たった一人の弟に対する言い草とはとても思えねえぜ。よっと、けまたダイヤの7が入ってらまた俺からかね。楽しいですよ、一緒にやりませんか。やらん。貴様は適応力がありすぎる。ばあさん、心の準備はできたか。さあ、とっとと来な。時間は待っちゃくれないよ。ばあさん。なんだい。できねえよ、俺には。できねえ。ずっと突っ立って考えてた。今までで一番頭使ってみた。やっぱできねえわ。強くなりてえけど。どうやら俺弟子失格だな。まあ一人で何とかしてみせるわ。トウロのグラサンクレイは壊してみせるぜ。よし、合格。あ、何バカ面してんだい。試練を与えるから入ってきな。おい、ちょっと待て。殺さなきゃやれねえんだろうがよ。自分が強くなるために師匠を殺そうってな結論出すやつに私が奥義を伝承すると思うかい。あ、かといって悩みもしないでやれませんってどっけのないやつも同じくらい嫌いだがね。ユースケ、だからお前さんは合格じゃ。おっと、ドタマ来た。試練でも何でもかかってきやがれってんだ。今の言葉忘れんじゃないよ。あ、それじゃ始めるよ。ああ、これからお前に渡すものがある。これを持てるのは霊光波動拳正統伝承者ただ一人。うわあ、熱い。ばあさんの全身が太陽みてえだ。どうした。兄者、この大会ますます面白くなりそうだ。正直に言う、お前がこれを受け入れるのは10年早い。たとえ類まれなる素質があってもな。これこそ我が奥義、霊光玉空。これは霊気を極限までに凝縮したエネルギーの玉だ。継承者は自らの体と心で真の継承者になれるかを問われる。この太陽のようなエネルギーを受け入れるだけの器がなければお前の肉体は木っ端みじんになる。継承の苦痛は想像を絶する。何日続くかもわからん。下手をすれば肉体の再起不能、精神の崩壊、最悪の場合死さえあり得る。言うまでもねえ、こんな試練なら大歓迎だぜ。よし、行くぞ。おう。Thank you.
なんだよ、全然なんてことはねえぜ。ふん。あ、チケットがあるよ。皆様、大変長らくお待たせしました。私が準決勝からの審判を務めさせていただきます、ジュリーと言います。よろしく。準決勝開始です。実況は準決勝から実況に専念することになりました。口頭がお伝えいたします。それでは試合中の注意事項をお知らせします。ご閻魔様、この闘技場すごいですね。外見といい、中のデザインといい、全く不気味ですよ。今年完成した全天候型暗黒ドームだ。なんか空がないと息が詰まるな。熱気でムンムンしますね。まず準決勝に勝ち残った4チーム、ベスト4を紹介したいと思います。まずはゴレンジャーチーム、そしてドグロチーム、続いて裏おとぎチーム、最後に裏飯チーム。くたまっちまえ裏飯。でかくんじゃねえこの野郎。以上の4チームです。そしてトーナメント表をご覧ください。準決勝第1試合は裏飯チーム対裏おとぎチームです。それでは選手入場です。どういうことだ。裏飯チームの人数が足りねえぞ。おい、どうした。3人しかいねえじゃねえか。ご閻魔様、ユースケと覆面がいませんよ。そりゃそうだ、限界からの試練を受けているんだ。そう簡単に戻ってくるわけがない。どうするんですか。相手はベスト4に残った強豪なのに、3人で対戦するとは。奴らが何とかするしかない。しかしユウスケは大丈夫なのか。とうとうユウスケと覆面は戻ってこなかったな。よっぽどの事情があるんだろう。とにかく待つしかないな。あんな奴ら裏飯がいなくてもいいじゃねえぜ。エグゼイ。ユウスケ、耐えるのじゃ。その体を引き裂かんばかりの苦痛に耐えるのじゃ。それでなければ継承者にはなれんのだ。矢が上にも高まっております。さあ、注目の第一試合、勝つのは裏おとぎチームか、はたまた裏飯チームか。四季ザクザク、疾風怒涛、空前絶後、焼肉定食。またいい、着陸強食。私は興奮して何を言ってる。
ともされ、今まさに準決勝が開始されようとしています。しかしどうしたことでしょう。浦飯チームには肝心の浦飯祐介と覆面選手は姿を見せていません。これでは比叡選手と鞍馬選手が2人ずつ相手をしなければならなくなりますが、バカ野郎、こんなやつは俺一人で十分だ。甘く見られたもんだな。残りの2人はどうした。お前らじゃ役不足だとよ。それでは対戦方法を決めてください。ご託はいい、さっさと始めるぞ。けっ、威勢がいいな坊主。一番手はお前か。俺で最後だ。一人で十分だぜ。最近の俺は機嫌が悪い。ストレスが溜まっているんでな。まあそう生きり立つな。それではこいつで対戦相手を決めないか。それぞれの名前を書いたサイコロだ。自由の目は選手を自由に選べる。目が出れば何度でも戦える。生きている限りな。暇な奴らだ、勝手にしろ。ユウスケと覆面の目が出たら俺が代わりにやってやる。それではそれぞれのチームの合意が得られましたので、サイコロによる1対1の対戦となりました。それじゃ行くぞ。比叡と牧金太郎か。小細工が裏目に出たな。口先だけのちびすけが。第一試合は比叡選手対牧金太郎選手に決まりました。勝負あったな。え、早くやれよ。どうした、ビビって小便でも漏らしたのか。めでたいやつだ、気づきもしなかったのか。何をわけのわからねえこと言ってやがる。さあかかってきやがれ。もうやった。侮りよって。野郎なんて素早いんだ。見えたか。いえ、さっぱり。もうやめとけ。やだ。俺の腕を、おのれ、おのれ、貴様よけば。ガリケン、うりゃー、もらった。やった。残像だ。え、すげえ。ご閻魔様、ちゃんと見えましたか。見えたような気がした。あ、ダメだ。目が真っ赤ですよ。勝者ヒエ、ヒエ選手、あっという間に牧金太郎選手を片付けてしまいました。続いて第2試合です。さあ、サイをくれ。また俺の目が出るぜ。限界師範からの最大の試練を受け、もがき苦しんでいる浦飯祐介。しかしその間にも準決勝は刻一刻と進められていった。果たして祐介は霊光波動拳を継承できるのか。